こんにちは、ともあきです。今日の動画では2023年を振り返って、自分の大会結果とトレーニングと、あとオンラインコーチングなどについて、動画にしていこうと思います。よろしくお願いします。今年は大会に2つ出場しました。1つは愛知県の男子ボディービル選手権大会、それと同じ日に身長別のボディービル、愛知県のクラシックボディービル選手権に出場しました。結果は残念ながらどちらも予選敗退しました。で、敗因としては、まずはサイズ感、すごい人数が多かったんで、インパクトのあるサイズ感に、自分は達してなかったのかなと。あとは絞りが少し甘かったのかなという印象です。で、今年その1ヶ月後に日本クラシックフィジーク選手権大会に出場しました。一昨年が2位で、去年が4位で今年挑んだってわけなんですけど、こちらもやはりサイズ感が足りなかった感じがものすごいあって、結果は12位というかなり順位を落としてしまいました。で、この2本目の大会については絞りは自分の中では過去一絞れたので、あとはここからサイズ感を改善していこうと考えています。今年のトレーニングについては、ビッグスリーを結構伸ばそうと頑張ってやってて、それに関しては達成できて少しずつ重量伸びたんですけど、どっちかっていうとあんまり絞った時に筋肥大、サイズ感が向上してる感じが少なかったので、ここからまたサイズを伸ばすように筋肥大させるトレーニングを頑張っていきたいと思います。オンラインコーチングに関してはこの1年で自分が担当しているクライアントさんでちょうど100名ぐらい指導させていただきました。一般のダイエットの方から大会選手もたくさん今年は見させていただいて、そんな中で大会選手で東海大会のメンズフィジックで優勝する方だったり、マッスルゲートとか地方大会で優勝する方など、いい成績を出される方が増えて、自分としてはとても嬉しい1年となりました。来年以降もダイエットしたい方、筋肥大したい方、トレーニングの指導を希望する方、あとはもちろん大会選手で大会に向けて減量とか最終調整、ポージング指導など引き続き募集しております。来年も全力で指導して皆さんの力になれるように頑張っていきたいと思います。で、最後に今回の12週間の減量の記録をちょっとダイジェストみたいな感じで動画で紹介したいと思います。鮭です。はい、トレーニング後のは甘エビです。アレクサ、電気して。足首をちょっと怪我してしまいました。捻挫してしばらく足トレができません。あと有酸素もできないという状況です。食事を食べ過ぎないように工夫しながらやっていこうと思います。現在は週にシーフード卵
9月9日日本クラシックフィジーク選手権まで残り1週間となりました。前回の愛知大会から約2週間ほど経つんですけど、66キロから 63.9 キロまで落ちてたんで、約2キロ2週間で落ちました。前回絞りが本当に課題だったなと痛感しているので、まあ、せめてそこだけは改善しようということで、まあ、3週間かけて、まあ、前回大会から絞り改善できるように進めていました。愛知大会からの最初落ち66キロから 2.1 キロ落ちました。50から200グラムぐらい、399キロ、ちょっと醤油と。5時半です。とかがぶなしめじ。